一号にゃんにゃん、新たに入った木崎が挨拶に参りました。にゃんにゃん、二号でございます。おお、そなたが新たに高級に入った木崎か。噂にたがわず美しいのう。たくさんこなしてこのエフラン高級を盛り立てていってくれ。そなたの部屋を整えさせた。贈り物も用意しておいたぞ。ありがたき幸せ。どうか、今後とも吉名にお願いします。二号妃はこちらの宮殿へお住まいになってください。ありがとう、ゴンゴン。では、私はこれで。なんか匂うわね。何かしら、これ。は、これは蛇行入りの枕。蛇行を立ち締めたカーテン2本。蛇行を内蔵したテレビ、パソコン、蛇行の鉱木ケース入りスマホ。蛇行には遊山を促す効果がある。こんな部屋に住んでいたら子ができても流れてしまうわ。一体誰がこんなことを。ほほほほほ、あのような新参者に世継ぎの王子を産ませてなるものですか。ラブ刺激あるある。蛇行大活躍。高級に入ったら、蛇行が仕込まれてないか調べた方がいい。さて前回は霊太郎が腹を痛めて産んだ息子、孔明帝が自分に歯向かおうとしているのを知って、毒殺したところからだったよね。どういうことよ。しょっぱなからきついな。まあ、孔明帝も霊太郎のイケメン愛人を処刑した仲間の一人なわけよ。そこにも確執があったと思われる。ああ、聖画王現役か。風太郎の時も同じことあったわね。風太郎の時と違って霊太郎の場合、孔明帝は実の息子なのにね。でも、その霊太郎が毒殺したというのが本当なら、愚かというか、考えなしというか、その後どうするかまで考えてなかったみたいなのよね。孔明帝はまだ若く、18歳で急死したため、後継ぎの男子がいなかった。太后は時狂って、孔明帝の生まれたばかりの女児を王子と偽って皇帝の位につける。この皇帝の母は、中華貧反死。びっくり、そんな小さい赤ちゃんを。何か、気づかない？何を？不足点以前に女性の皇帝が、正式に即位していることになるな。あ。女児皇帝は一日で発覚して廃位されたけど、この出来事は世界に衝撃を与えた。後世に残した政治的影響は大きかった。はぁ？いろいろ予想外のことをしてくるよね。霊太郎は、面白すぎるわ。ちなみに、この女児皇帝のその後は、歴史に残っていない。女児皇帝って、ファンタジーノベルやゲームキャラで受けそうだな。萌えキャラで書かれそう。その後がわからないというのも、アナスタシアみたいにドラマ性がありますよね。実は生きていた、とか言われそう。翌日、わずか3歳の孔明帝のいとこの子にあたる現象を皇帝の位につけた。翌日って、3日天下ならぬ、1日天下だ。孔明帝の崩御や、目まぐるしい皇帝の配列、霊太郎が御しやすい3歳の幼帝を即位させたことは、自主英に、洛陽を攻める大義名分を与えるに十分だった。自主英は、太后の戦王を除くと称して挙兵し、高官を先鋒として洛陽を攻め、15日で攻め落とした。捕まった霊太郎は、髪を切り、尼になって泣いて詫びた。しかし、自主英は許さず、領主、元相と共に殺害し、黄河へ沈めた。火炎の変だな。この時、皇族や長身が、2000人以上黄河に沈められてるはずだ。うわぁ。ほんともっと早くに出家してればよかったのにねー。霊太郎の死は今でも残っていて、これが、ムーランの死と共に北魏の死の中では有名ね。へぇ、死も残してたのね。どんなの？霊太郎は聖画王の前に、楊白華という武将の息子に恋していて、関係を持った。楊白華は太后の寵愛に恐れを抱いた。ああ、宮廷の陰謀に巻き込まれて死ぬかもしれないものね。聖画王といい、ターゲットロックオンされたイケメンはさぞや困ったろうな。
拒むこともできなかった楊白華は、南朝の楊へ逃げた。詩は南へ逃げた愛人を思って読んだ失恋ハートブレイクラブソングね。意味は、春になったら南から、若いツバメ帰ってきて花を咲かせてー、かな。いや太公、どこまで恋愛脳なんだよ。若いツバメって、そのまんまだよ。息子の孔明帝も困ったろうな。霊太公と孔明帝の親子が亡くなり、これ以降の北魏はもう短期間でめちゃくちゃになってしまう。転がり落ちるように滅亡に向けてまっしぐらね。自主英は自ら皇帝になりたかったが、占いによると時期尚早と出て、民から反感を買うと考え、傀儡として長楽王元始流を、高宗帝として帝位につけた。それから、開作鎮の鎮将、勝栄を滅ぼし、陸鎮の乱を平定している。高宗帝は自主英の娘、大自主氏を目取らされ、皇后にした。あれ、この人、孔明帝の品だったのでは。孔明帝は亡くなったからな。デビレート婚だ。うわぁ？残ってるんだ。なんせ彼らは北族だからな。洛陽の感化された文化からは遠ざけられてきたんだ。反動として、むしろ戦費の伝統が強まっていたかもしれん。自主皇后は怒りっぽい上に嫉妬深く、高宗帝と貴賓が一夜を共にする際にしばしば暴言を吐き。あなたが帝位を得たのは我が父のおかげです。私に対して良くしなければ、父はあなたを敗位にもできますよ。と言った。高宗帝は自主英を一層憎むようになった。高宗帝は宗徒からも皇后の大自主氏からも軽んじられ、かなり不満だった。高宗帝は、大自主氏が妊娠したことを自主英と自主母代の親子に知らせて、宮中に誘い出し、自ら中殺した。おじいちゃんが孫生まれた、と思っていそいそと出かけたら、婿に殺されたと。確かにめちゃくちゃになってきたわね。霊太公他2000人を殺し、陸鎮の乱を平定した大将軍がそんなんで死んじゃうんだ。しかし、自主英の一族である自主長、自主声優らが東海王元陽を擁立して騎兵し、再び洛陽が落とされて、高宗帝は殺害された。この時、自主皇后が産んだばかりの王子も殺されている。そして、元陽が即位するんだけど、この人、南安王と同じで、なんとか帝という死号がついていない。え、皇帝として認められていないの？いや、10代皇帝となってはいるが、東海王、だけだね。皇后しか与えられない事例だな。かなり冒険からの即位であり、人望に欠けていたため、自主声優らによって廃された。東海王の皇后は自主長の娘で、こちらは小自主氏と呼ばれる。次が節敏帝、前廃帝、元凶ね。元凶が自主声優に無理やり禅譲させられると、宮中に入って皇帝として即位した。しかしやがて皇冠が反自主氏の挙兵をし、安定王、皇廃帝、元老を北魏の皇帝に即位させた。自主天皇らが皇冠に敗れると、元凶は宮廷に突入してきた皇冠の兵に拘束されて廃位され、寺に幽閉され、後に暗殺された。あれ、わからなくなってきた。皇冠。皇冠って誰だっけ？自主英の元に身を寄せていた人よ。自主英が洛陽に攻め入る際に先鋒を務めてた。さらに皇冠は、自主英が三奪を起とした時、周蔵の占いによって諌めて辞めさせたらしい。ああ、それね。自主英の死後は反自主氏になっちゃったのね。てか、ここでも周蔵の占いあるんだ。皇后を決める時に出てきたよね。皇冠は開作鎮の出身で、ガリク婚という名を持つ前貴族だったということがわかっている。家は貧しく、資産家の女と結婚することによって、初めて馬を所有して開作鎮の大衆の地位を得ることができたという。洛陽に住む貴族から蔑まれ、冷遇されてきた北方領民そのものの生活を送ってきたんだ。その交換が自主英の後目争いで、自主声優に勝利したのが今回の戦いね。ナンバー2 vs 2代目か。よくあるよね。苦楽を共にした先代には従ったが、後継ぎのボンボンに対して同じにはならない、ってことだ。交換は自主一門を滅ぼしている。ただ、女性の大自主氏と小自主氏については、自分の側室に迎え、丁重に扱い、二人ともそれぞれ交換との間に子も設けている、
自首死の他にも夫を殺害された家父たちを何人も側室にしている。ええ、大自首死の人生ってめっちゃ変転激しいわね。高官も非常で太っ腹。戦費族なんだっけ、初期の北魏のようだわ。だって、高官って北西の高祖だからな。は。ああ、そうか、あの孔子か。そういえばそうだわ。孔子や蘭陵王のご先祖なのね。裏を返せばここまでのごたごたも、実は特定の集団内部での清掃と言えるわけだ。ここ重要だぞ。高官は蘭陵王孔長卿のおじいさんね。話を戻すと、高官は洛陽に入るとすぐに、元老の廃位を決意した。はや。元老は、元州、皇武帝、に帝位を譲ることを余儀なくされた。廃帝となった元老は後に高官の命令によって殺害された。はぁ、廃帝たちかわいそう。誰かが自分を皇帝にしたいって担いできても信じちゃダメだな。でも次の皇帝の名前はまともだわね。もうちょっと長続きするのかな。やはり、皇武帝も高官の傀儡に過ぎなかった。皇武帝は常に不安に怯え、高官を排除しようと図った。武先鎮の軍主が罰学と手を結び、高官に対抗させた。が罰学が殺害されると後継者の右軍隊と結んだ。ちなみにこいつらは、陸鎮の乱の時の北族だからな。武先鎮軍閥と呼ばれる。皇武帝は右軍隊と文通を繰り返し。ちょっと待って。いい加減同じパターンの繰り返しになってきた。それでどうせまた皇武帝がまた高官に殺されちゃって、他の皇帝が担ぎ出されちゃうんでしょ。皇武帝は、洛陽から長安へ逃げた。へ。右軍隊に迎えられ、皇武帝は長安へ入った。皇帝が逃げた、ああ。皇武帝に逃げられた洛陽は皇帝が不在となったため、高官はわずか11歳の源前権を皇帝として擁立した。これが高成帝ね。この高成帝は、清河王源益の孫にあたる。母は霊太后の親戚にあたる子氏。霊太后、清河王の息子と親戚の娘を結婚させてるんだ。愛と執念を感じるわ。そして、洛陽から行へ遷都している。以来、北魏は滅び、東魏と正義に分裂してしまった。皇武帝という名前は正義での送り名で、東魏では出帝と呼ばれているわね。東魏は出て行かれた側だからそのまんまの意味ね。あとは、どっちの国の原始の皇帝も似たり寄ったりね。傀儡として扱われ、馬鹿にされ、怒った皇帝は外部勢力と結んで実権を握る孔子、右軍氏を排除しようとするけど、次に担ぎ出された原始に禅譲させられ殺害されて、その繰り返しね。はぁ、殺伐としてきた。あと、皇武帝は自分の親戚の皇子3人と乱交してて、右軍隊の貧縮を買って結局毒殺された話とかあるよ。聞きたい。いや、いい。やばいからやめて。卓抜氏の王朝が終わっちゃうのか。霊太后が国を傾けてしまったわね。ああ、もし霊太后がもっと早く尼になっていれば、孔明帝が北方の将軍なんか引き込まなければ。式母子の制度が残っていれば。でも、実は遠い原因は感化政策を行った孔文帝にあるのか。そうね。歴史にもしもはないけど、考えちゃうわね。あ、そうか、廃太子純君を皇帝にしとけばよかった。それはない。ないわ。ええー。二号は何気に廃太子好きだよな。二日酔いの医者も好きか。え、何ですかそれ。廃太子、なんつって。先に滅亡したのは東魏の方ね。高成帝は高官の次男、高陽に禅譲させられている。高陽は北征を立て、初代皇帝に即位した。帝位を譲った源前権は中山王に奉ぜられて、1万戸を与えられた。しかし後に毒手で殺された。去年28、3人の子もまた殺された。ああ、イケメン愛人の子孫か。この時代こういうのが普通なんだけど。それでも、北西の皇子にはひときわ残忍な皇帝が多い印象があるわね。初代皇帝文宣帝高陽がそうで、漢族の大量殺害を実行し、同胞である漢化した戦貴貴族の利益を維持した。
食に溺れ、宮殿の造営で10万の民を徴用するなど、奢侈を極め、民衆生活を圧迫した。あらあ、高文帝時代の反動が、今度は肝心が粛清されてしまったのね。お父さんの高官は、高武帝に娘を嫁がせて皇后にしていたんだけど、高武帝が亡くなると高武皇后を北条王元紹と再婚させ、婿として厚遇していた。高武皇后は、高武帝は親戚の王女たちを寵愛していたため、顧みられなかった人ね。レビレート婚で再婚できたのね。戦乱の時代にはレビレート婚は合理的なのかもしれないわね。元紹は温和な人物で儒学を好み、礼儀を守って質素な邸宅に住んだ。しかし、文宣帝が即位すると、元紹の髭を剃らせて化粧をさせ、夫人の服を着せて従わせ、私は北条を品とする、と言って侮辱した。陰湿ないじめだわね、高官は寛容な人物だったのに。文宣帝は、官の高武帝はどうして忠厚したのか、と元紹に尋ねると、元紹は、王毛が有志を殺し尽くさなかったからです、と答えた。文宣帝は元氏一族を除くことを決意した。元成哲、元慶式らの25家を殺して、残りの19家も拘禁させた。元紹は地下牢で絶食し、衣の袖を食らって死んだ。文宣帝が元氏を皆殺しにして、残るものはなかった。死者はおよそ721人に及び、死体は小水に投げ込まれたため、都の人々は長らく魚を食することがなかった。ひぃー。卓抜氏が滅びてしまう。13歳から子供作って、あんなに王子がいっぱいいたのに。そんなに殺されたら、元氏はいなくなるのでは。そういえば、元なんとかってせい、中国に残ってたかな。卓抜氏の子孫が残るとすれば、正義の方かな。正義の方はもうちょっと続くわね。毒殺された高武帝の後、文帝、廃帝、行帝と、20年元氏の王朝が続く。けれども、いずれも右文帯の傀儡政権ね。右文帯が亡くなると、老いの右文後が、右文帯の息子である右文覚に帝位を禅譲するよう、行帝、厳格に迫った。右文覚が皇帝の位について北州を建てると、正義は滅亡した。厳格は総攻に報じられたが、間もなく殺害された。こっちの原始も滅びそうじゃないの。心配するな。二号、東大祝僧の時代に元帥という宰相がいて、こいつは北魏の京牧大使卓抜公の後衛と名乗っている。お。あと東大の白居易の親友で、詩人の元親も卓抜氏の子孫らしいぞ。多分、現代にもいるだろ。よかったー。北州の右文氏の方は、皇帝の権威が軽んじられてる印象があるわね。右文後という独裁者が、ずっと政権を握ってるせいでもあるけど。正義で原始の皇帝が右文帯の傀儡であり続けたそのスタイルが、ずっと続いてんじゃないかという気がするわ。いや、さっきから、その右文帯とか右文後ってどっかで聞いたなと思ってたのよ。これもドラマがあったよね。確か。どこからね。そうそう。あれも、よくわからんまま見てたけど、面白いよね。この時代に繋がるのか。二号知らないまま見てたのか。いやー、知らなくても衣装とかが綺麗だなーって、見てることもあるんですよ。卓抜氏の王朝は滅びたが、北西の孔子のルーツは開作鎮だし、右文氏もどっこ氏も随陽氏も通り氏も元は武仙鎮出身の北族だ。北州の支配層である官僚集団から大帝国隋、唐が生まれてくるんだ。戦貴族の支配はまだまだ続いていくぞ。そうなの。ああ、だから唐に原始がいるのか。今さら理解したのか。さっき言ったろう、実は同じコップの中の争いだと。学説的には、これを提唱したのは張翼という交渉学者だ。彼の著作、二十二支札記は現在じゃあ次回は、北西の孔子がどうなったかについて解説していくね。あ、残陵王の解説をしてくれるのかな。まずは、皇宮の涙、だわね。あれもこの時代の話なんだ。やったー、楽しみにしてるね。いかんか、こらー。